東部要衝バフムトにロシアが猛攻撃、大半を撃退。ウクライナ、ウクライナの当局者によると、ロシア軍は13日、東部の要衝バフムトへの激しい攻撃を続け、南部ヘルソンにも攻撃を行った。ウクライナのハンナ・マリャル国防次官は、激しい戦闘が東部戦線のあらゆる場所で起きていると通信アプリテレグラムに投稿。大半の地域で攻撃を撃退したと明らかにした。同紙によると、ロシア軍の攻撃はバフムトに集中しており、毎日40から50回の襲撃作戦と500回程度の砲撃を繰り返している。これに先立ち、ロシア軍は他地区からバフムトに部隊を移動させたという。バフムトでの戦闘を主導しているロシア民間軍事会社ワグネル創設者のエフゲニー・プリゴジン氏は11日、バフムトの 80% 以上を支配していると表明したが、ウクライナ軍はこの数字は誇張されていると否定した。ウクライナ政府高官は、大規模な反撃を開始できるように同盟国にさらなる兵器提供を求めている。ゼレンスキー大統領は13日、ビデオ演説で、同盟国に約束された兵器の納入を心待ちにしている、我々は可能な限り勝利に近づいていると語った。戦場で決着変わらず、ロシア、ウクライナ、和平や停戦の兆しなく、ロシアによる侵略が続くウクライナ情勢で、ブラジルなど第三国から和平協議や停戦を求める声が強まってきた。戦争の長期化に伴う食料価格高騰などの悪影響が響いているためだが、ロシアは東部ドネツク、ルガンスク領州の全域制圧などを目指し、和平協議に応じる意向を見せていない。ウクライナが近く本格的な反攻に出る構えで、双方が戦場で決着をつけるとの姿勢を貫いている。米シンクタンクの戦争研究所は最近のリポートで、全ての前線でロ軍が攻撃を仕掛ける頻度が低下しているとの分析を示した。ロ軍が砲弾を節約しているとの情報もあるという。今後見込まれるウクライナ軍の反攻に備えたものである可能性があるとした。戦況が全体的に停滞する中、中国の習近平国家主席やロ同盟国ベラルーシのルカシェンコ大統領らが最近、ロシアとウクライナ双方に停戦を呼びかけた。ブラジルのルラ大統領も和平を促す立場だが、ロシアはウクライナ側に責任を押し付ける発言を続けている。プーチンロ大統領は3月21日、首都モスクワでの習氏との会談後の共同記者発表で、米欧諸国によるウクライナ支援や対ロ交渉を否定するウクライナのゼレンスキー政権が平和的解決を妨げているとの自説を展開。米欧はウクライナ人が最後の一人になるまで戦うと本当に決めたようだとし、軍事作戦を続ける意思を改めて示した。ルカシェンコ氏が3月31日に即時停戦と和平交渉の開始を求めたことに関しても、ペスコフロ大統領報道官は、軍事作戦は現在ロシアが目標を達成するための唯一の方法であるため継続されると主張、現時点での停戦を否定した。ロシアは東部ドネツク、ルガンスク領州の制圧に加え、南部ヘルソン、ザポロジエ領州の支配地域を維持する目標を変えていない。一方のウクライナは、現時点で停戦すればロシアによる占領地支配の既成事実化につながる上、将来的な再侵攻に向けた準備期間をロシアに与えるだけだとして、ロ軍が撤退しない限り交渉には応じないとの立場を堅持している。双方が一歩も引かない中で、戦場で勝敗の大勢が決しない限り停戦や和平に向けた動きは本格化しない、軍事専門家との見方が根強い。当面は数週間内に本格化すると見込まれる戦闘の行方が、停戦や和平に向けた条件を左右する展開となりそうだ。1年前の巡洋艦モスクワ撃沈時のネプチューン地対艦ミサイル発射動画が初公開。ちょうど1年前に撃沈されたロシア海軍の巡洋艦モスクワをウクライナ軍が攻撃した時の地対艦ミサイルネプチューンの発射動画が初めて公開されました。公開したのは、過去にウクライナ大統領代行や最高議会議長を務めたこともあるオレクサンドル・トゥルチノフ氏のブログや SNS などです。発射車両はネプチューン量産仕様のチェコ製タトラ T815-7 トラックで、本来は4連装ですが、
発射筒は2本のみ搭載しています。発射されたネプチューン対艦ミサイルは白色ないし明るい灰色の塗装で、動画の周囲の木々の特徴は、昨年12月にウクラインスカプラウダ氏が初めて報じた巡洋艦モスクワ撃沈時のネプチューン発射の写真と一致しています。ウクライナ軍のネプチューン地対艦ミサイルはロシアの侵攻にギリギリ間に合った国産の開発したばかりの新兵器で、開戦前のスケジュールでは最初の1個大隊の編成完了が2022年4月予定でした。2月24日の開戦時にはまだ完了できていなかったのです。ネプチューン1個大隊は4連装発射機が6両で1正射24発予備弾含め3正射分72発が定数ですが、開戦のごたごたで4月の実戦投入時に定数の充足が完全ではなかった可能性があります。本来は4連装発射機なのに発射筒を2本だけ搭載していたり、発射車両が1両のみで作戦を実施した理由はそのあたりにあるのかもしれません。ウクライナ軍の反転攻勢開始は夏までに遅れか。流出した米機密文書で弱点露呈。米紙ワシントンポストは12日、ロシアの侵略を受けるウクライナ軍が計画している大規模な反転攻勢の開始時期に関し、天候や米欧からの軍事支援が到着しないなど複数の要因で遅れていると報じた。インターネット上に流出した米政府の機密文書で、ウクライナ軍の弱点が明るみに出たことで、事態が複雑化しているとも指摘した。ウクライナのデニス・シュミハリ首相は11日、米紙のインタビューで、遅くとも夏までに始めると述べた。ウクライナ政府内ではこれまで、反攻開始の時期を4月か5月とする見方があったが、一転して不透明になりつつある。一方、ウクライナ軍参謀本部の幹部は13日の記者会見で、ロ軍がウクライナを南北に縦断するドニプロ川の東岸全域を年末までに段階的に制圧する計画を持っているとの分析を明らかにした。この幹部は、ウクライナ軍の徹底抗戦でロ軍が計画の再考を強いられているとの見方を示した。反転攻勢が遅れる最大の理由は、ウクライナに供与される兵器の到達が遅れているからではなく、兵士が不足しているからではないでしょうか。ウクライナの徴兵の様子はツイッターでも見られます。街中で拉致して徴兵が横行しています。徴兵センターの様子はもう見られないかもしれませんが、市民を暴行で屈服させて言うことを聞かせている。真偽は不明ながら、主にロシア語話者やハンガリー系の住民を徴兵しているそうです。どうして強引な徴兵が行われているかといえば、バフムトでウクライナ兵の損耗が大きいからです。例えば、飼育するオオカミにロシア語を話す子供の骨を餌として与えているといい、妊婦を吊るして見せた殺人鬼、ドミトロ・コツバイロをはじめとした著名なナチス。ウクライナでは英雄たちがバフムトで死亡しています。ロシア側が蓋を閉じないことで、ウクライナはせっかく作った要塞を守ろうとしすぎたのかもしれません。ロシア軍とワグネル部隊が協力再開か、秋にはミサイル攻撃も激化か、米国防省が分析。イギリス国防省は、ウクライナ東部ドネツク州の要衝、バフムトで、ロシア軍がロシアの民間軍事会社、ワグネルと協力し、制圧地域を広げているとの見方を示しました。イギリス国防省は14日、バフムトでの戦闘について、ロシア軍と民間軍事会社、ワグネルの部隊が協力関係を改善したため、攻撃が激化していると発表しました。ウクライナ軍はバフムトの西部地域を維持していますが、2日間にわたり激しい砲撃を受けているということです。イギリス国防省はまた、ウクライナ軍は重大な補給の問題に直面しているが、明け渡さざるを得なくなった陣地から整然と撤退を行っているとの見方を示しました。一方、ウクライナ軍参謀本部は今年の秋にロシア軍がミサイル攻撃を強化する可能性があると発表しました。ロシア軍は過去1年間でウクライナ領土へのミサイル攻撃や空爆をおよそ8500回行い、現在はミサイルの備蓄が少なくなっていると指摘しています。ロシア軍は今年6月には巡航ミサイルの量産を開始する予定で、今年秋にはミサイル攻撃を強化することができると分析しています。